ニッキー・リードはアメリカ合衆国の女優、脚本家。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父親はユダヤ系のデザイナー。母親はイタリア及びチェロキー族の血を引く美容師。姉さんという兄がいる。ユダヤ教の教えで育つ。2歳の時に両親は離婚。14歳の時に一人で生活することを決意し、家を出る。 キャサリン・ハードウィックと出会い、彼女と6日間で、反自伝的映画、サーティーがの頃欲しかった愛のことの脚本を手掛ける。その後プロデューサーから出演を依頼され、女優デビューを果たす。この作品で注目を集め、インディペンデント・スピリット賞などを受賞した。2006年には、テレビシリーズ、ザ・オーシーにゲスト出演。 映画の試写会で息統合したのをきっかけにアメリカンアイドルシーズン10に出場していたポール・マクドナルドと婚約し間もなく結婚したが2014年5月に離婚申請を行い2015年に離婚が成立した2014年7月からイアン・サマー・ハルダーと交際を始め2015年1月に婚約4月28日に結婚ありがとうございます